どうも世界数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。花尾西です。はい、1月25日の朝でございます。はい、朝です。はい、今日天気ね、天気ですね。うん、暖かくなってきた感じが少し知ってきましたね。知ってきましたね。はい、まだね、遠いけどもね、うん、今日はね、まあ西野さん一日編集してくれて、うん、僕はまあ半日は編集して、うん、午後からまあ稼働行くか、ちょっとホルチェック行くかっていう感じでしていきたいと思います。はいはい、そうしましょう。ちょっとね、前ね、住んでた東京のところのお風呂がすごい良かったんですよね。足伸ばせて、ああ、宿ね、はい、うん、めっちゃ良かったんですけど、ちょっと今の部屋はちょっとお風呂が狭いんで、閉じこもってる感じなんだよね。ちょっと窮屈だよな、中風呂できなさそうだよね。ですね、はい、ちょっと夜、まあ今日じゃなくても時間あったらお風呂に浸かりに行きたいですな。うん、いいね、賛成、はい、ね、はい、そんな感じ、はい、イエーイ、OK、はい、うん、とりあえず編集にも頑張ります。はい、頑張りましょう、うん、じゃあ行ってきます。です。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうもどうも、はい、今日の結果発表していきます。はい、はい、今日は何されてましたか。今日ずっと編集ですね。おお、うん、いいですね。はい、ずっと編集して東京最後の日の動画の編集してました。はい、うん、うん、あの刑事課ね。はいはいはい、うん、いやー面白かったですね、あれね。面白かった、はい、刑事面白いね、やっぱね。うん、刑事が最高だよ。で、打ちたい打ちたい刑事、はい、とても打ちたい、うん、うん、なんか、パチンコの、なんか、期待値の求め方とかなんかで、なんか悩んでたみたいですけど、悩んでたというか、いろいろ考えてたみたいですけど。まあ、そうだね。ちょっと前からずっと気になっててさ、はい、まあ、時給計算だったりとか、うん。あと、一回転の単価だったりとか、まあ、いろいろこう、計算すべきこと、はい。まあ、たくさんあったりするんですよね、勝つためには。うん、うん。うん、まあ、ざっくりでもいいからそれ知りたかったんですけど、僕はまあいかぜんプロ歴っていうか、なんつうか専業歴ってちゃんと勝とうと思ってやってるのって歴短いんで、はい、あのカラコンみたいになんか感覚で分かんないですよね、うん、なんとなく勝てるだろうなっていうのは分かるし、増えるだろうなっていうのも分かるし、はい、だけど、うん、じゃあどれぐらい勝てるのかとか、うんうん、なんか なんだろう、こう経験に基づいた感覚みたいなものはちょっとなかったんで、それをね、埋めるためにいろいろ勉強してたんですよ。うん。うん。で、まぁ、あ、今日、ね、松野さんとさっき電話してたんですけど、はい。だいたい1時間ぐらいずっと電話してもらったんですけど、はい。うん、あの、まぁ、細かく言っちゃったらあれだけど、まぁ、あ、今計算方法をね、ちょっと教えてもらってました。うん。うん。それは、僕はね、あんそこまで気にして計算する必要もねえだろっていう完全タイプなんでね。うん。うん。まあ本当に極論ですよ。極論、うん、まあ、うん。まあボーダーを気にして、打って、うん、ではマイナスになることはないので、長い目で見りゃね。うん。はい。まあだから絶対そんな期待値いくらなんだって、まあ、分かったらそれはいいですよ。例えば A 代他のこの機種、B 代この機種何回転あるって言って、まあ10円でも高い方がすぐ分かってなったらね。うん。はい。そこまでまあ細かくするの本当に大変だと思うので、うん。別にいいんじゃねって思うタイプなんですけど。うん。はい。まあそういうタイプもいていいと思うけどね。まあ、うん、俺もそういうタイプだけど、はい、もう気になっちゃったからもうダメなの。しょうがない。でもそういうタイプじゃないですね。気になるってことは、僕気にもしません。だってどういう仕組みになってるか気になるじゃん。うん、なんで一回転、ある人はさ、その残、例えばじゃあ、刑事執行、はい、で、じゃあ、確認終わりましたと。うん、で、終わるときに残保留あるじゃないですか。うん、なんか人によってはね、3個、4個、5個ね、入れる人いるけども。うんうん、じゃあ、あれの1個の、保留、うんうん、
の価値がどれくらいかって気になるんですよ、うん、僕としてはね、うんうん、でそうなっちゃったらさ、あの人によっては150円あるよとかさ、うん、150円ないか100円あるよとかね、いろいろ言うわけですから、ね、なぜその数値になるのかっていうのは疑問でしょうがない、うんね、うん、だし人の情報ってあんま鵜呑みしたくないタイプだからさ、はい、俺は、うんうん、自分しか信じてないからね基本、うん、だからもう、ね、気になってしょうがない本当に心底もうそんだけなんだけど、ね、でこれで多分あこれもう無理だめんどくさいダメだってなったら、うん、それはそれでやんもうそれ以上計算しないし、うんうん、これ分かりそうだなと思ったら多分とことん突き詰めちゃうし、うんうん、どうなるかって感じです、ね、うん、ちょっと分かりそうだけどね、あ、うん、それが分かった上で打つのは多分全然気持ち的に違うから、あ、うん、人の言葉の入り方も違うはずだからですよって、うん、今まだ自分を信じられてない状態だから、うん、自分を信じられた上でじゃないとしてもね、人の言葉って信じられないじゃん、うん、はいはいはい、うん、と思った、まあ、勉強中です、素晴らしいと思います、うん、はい、まあ僕もちょっと話しちゃうと、うん、パチマガで、まあ予選やったんですけど、うん、あの今2人言ってますけど、うん、で、僕以外の人かな、うん、あの打つってやめてこの台何かってんだなっていうの分かって、うん、計算し始めるんですよ、うん、携帯だけに集中してね、うん、多分今もそうしてると思うんですけど、うん、で、あ、分かるんですね、この台の1回転単価はいくらなんだと、うん、分かるんですよ、うん、はい、ね、で、まあ分かるのはすごいんですけど、うん、いや、それだったら僕は打てよって思っちゃうんですよね。うん。うん。まあ、もう投稿ボードを超えてれば、まあ間違いなく増えてくるってことは分かるので、うん、はい。まあまあまあ、それを求めるのはね、まあ後でやるのはいいかもしれないですけど、うん、稼働中とかの時間をね、なくして、やるのは、ちょっともったいないなと。思っちゃう感じなんですよね、うん、はい、そうなの、ね、っていう話ですね、うん、まあ、西村さん打ちながらいつもすっごい器用にやってますけどね、うん、はい、それは俺もそれはね同じように思う、さすがにもったいないなと思うからさ、うん、で負けなきゃさ最悪いいわけで、うん、さ、そうですね、うんうん、でも最低ライン割んなきゃねいいなと思うんだけど、うんうん、で今日、あ、そう、今日松井さんと話してて、はい、こう、あ、確かになって思ったことあったんですよね。ほう、うん、それが、今まで僕ずっと時給、期待時給がパパって分かれば、うん、まあ、多か多ないかって、まあ、ね、決めれるなと思ってたんですよね、うんうん、はい、で、この度の目標額って360万だから、はい、まあ、もろもろ計算してる時給1300円以上ぐらいの台をコンサートに打てなきゃいけないんですよ、うんうん、まあ、2人だからね、もっと簡単なんだけど、うん、基本的にはね、うんうん、でじゃあそれ求めるときどうしたらいいのかなって思ったときにずっとこう台の通常回転数とか、うんうん、あのボーダーとかねこういろいろ計算してやってたんですけど、はい、あの機種によってもう何全然違うから、うんうん、通常時回せる通常時に回せる回転数の時速の話ね、はい、専門的ですけどその辺のも違うし、うん、技術介入具合も違うし、うんうん、釘ここ調整されたら1ラウンドあたり取れる獲得値段も違うしとかね、うんうん、もう本当にもうね調べれば調べるほど、うんうんうん、もう微差がありすぎる、うんうん、からね、まあ、全部把握するのは無理なわけですよ、うんうん、じゃあどうやってもっとこう最速でこの台はこれだけ稼げるぞって分かるのかなっていう、はい、ところを突き詰めた結果、うんうん、1回転単価10円以上あればよしっていうのが1個基準でもいいかもしんないなって思った、はい、うん、っていうのもその今の現行の機種って、うん、あの通常時の時速回転数って159度ってそんなないらしいじゃないですか、うん、そこまでない、うん、で最低ラインじゃあ時速150回転回ります、うん、で1回転単価が10円ですと1500円超えるわけなんです、はい、
まあ単価10円であってもいいかもしれないですけど、うん、それいうそういう基準を1個持っておけば、うん、もっと早く立ち回れるんじゃないかなというふうにまあ思ったっていう、すごい専門的な話です。なるほどちょっと伝わるか分かんないですけどね、うん、この話はだそうですはい、まあ僕の中でいろいろ気づきがあったって話ですよ、はい、うん、まあ今後10円以上の台しか打たないっていうわけじゃないんだけど、ね、うん、それもまた状況と全然違うから、うんうん、なんとも言えないですけど、うんうん、要は日々ベストを尽くすだけです結局ね、うん、勉強するのもね、成長するのもね、うん、大学のもね、うん、っていうふうに思いました。すごい、ね、はい、うん、まあ、僕は今日、今日の話に戻るんですけど、今日は、北斗無双のマネージを打ちました。はい。はい、で、結果は、いくらだったっけ ?3 万5千円ぐらいだったと思いますね。うん、またテレプ出しておきます、はい。はい。あれもね、本当に、電柱保有残せるしね、うん、その電柱に価値があるんでね。うん、そうだったら、突入が、100回の連作ね、うん、ラッシュで、うん、そこが大事なんですけど、うん、0.5% しかいかないんですけど、うん、電池だったら 100% いきますね、うん、だからいかに電池を増やせるかめちゃくちゃ大事な機種なんで、うん、はい、それも、まあ、僕稼働終わった後に今回の回転数で今回増えたんですけどって、まあ、マッツンさんと一緒にやっててホームさんって方に連絡したらね、うん、期待時期いくらっつったかな、それも出してきます。忘れちゃいました。2100円とかだったと思います。はい。だから、まあ十分な感じですね。うん、21回回ったんで。で、連作中も、30個ぐらい増えたんでね。はい、うん。まあ満足な稼働だったんじゃないでしょうか。はい。はい。うん、いいっすね。時給2000円は素晴らしい。はい。うん。うん、そんな感じでございます。随分とちょっと細かい話しちゃってね、今日は。そうですね。そうですね。はい。うん、はい、うん。こんな感じで。はい。明日も頑張ります。頑張ります。はい。じゃあまた明日。バイバイ。